豊臣秀頼は生きていた。薩摩落ち伝説と島原の乱。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、豊臣秀頼生存伝説について紹介していこうと思います。慶長20年1615年5月8日、大阪夏の陣において21歳の短い生涯を閉じた豊臣の若きプリンス秀頼。その子孫が日本史上最大の一揆、島原の乱に大きく関わっていたという伝説があります。大阪の陣と島原の乱、全然関係のない事件のように思いますし、そもそも秀頼の子孫ってとなりますが、一体どういうことなんでしょうか。島原の乱の背景とは、もともと島原天草地方一帯は有馬晴信、小西行長などキリシタン大名が治めていたこともあり、領民にもキリスト教徒が占める割合が多かった地域です。しかし領主の後に入法した島原藩の松倉氏、唐津藩の寺沢氏はキリシタンを厳しく弾圧します。さらに領主は過酷な徴税を行い、年貢を納められない領民や改宗に応じない者に残虐な拷問や処刑などを行いました。ひどい圧政の上に飢餓まで重なって、怒りと不満を募らせた領民たち、地元で機能していた有馬、小西、加藤らの旧家臣など多数の浪人らとともに、島原藩、唐津藩に対して武力蜂起するべく立ち上がります。この時総大将として立てられたのが、美少年と名高い天草四郎時貞でした。日本最大の一揆、壮絶な戦闘の末に、時に寛永14年1637年10月25日、反乱軍は大官所を襲撃し、島原藩の討伐軍による戦闘が始まりました。組織化された反乱軍は前線を繰り返します。当初たかが百姓一揆と侮っていた島原藩を苦戦させ、天草地方の一揆勢とも呼応して勢いを増していきました。しかし九州中から集められた討伐軍が迫り来ると、反乱軍は天草勢と合流、旧有馬市居城で廃城となっていた原城に籠城します。その数、女子供老人を含め総勢37,000人。事態を重く見た幕府はついに軍勢を差し向け、九州諸将の援軍も含め12万人の兵で原城を完全包囲、兵糧と援軍の合流を断ちます。対する反乱軍はキリシタンとしての立場からポルトガルに援軍を要請、原城背後の海側から艦隊による援護砲撃を期待したものでした。幕府からの通達もあり、ポルトガル側はこれを断り、艦隊は原城に向かって砲撃します。この時の反乱軍側の絶望感は相当なものだったでしょう。やがて兵糧も尽きてきた頃、幕府軍による猛烈な総攻撃により原城は陥落します。落城寸前、1万人ほどが城外へ逃亡を図ったとも言われますが、城内にいた者は皆殺しにされ、天草四郎も斬首、その首は長崎のポルトガル召喚前にさらされました。こうして島原の乱は寛永15年1638年2月28日に終結しました。原城は徹底的に破壊され、反乱軍のおびただしい遺体は城の残骸とともにまとめて城跡に埋められたのです。この壮絶な戦いにより、当時の島原の地はほぼ無人となったと伝えられています。戦後処理とその後の島原、天草。島原の乱後、幕府は禁教令を強めて鎖国、原城のように反乱拠点とならないよう各地に残った廃城を破壊します。また過酷な徴税によって反乱の発端を作ったとして、島原藩主松倉勝家は改易の後斬首、唐
唐津藩主寺沢方高も領地召し上げの後自害しました。一方、乱を逃れてわずかに生き延びたキリシタンたちは身を潜め、信仰を隠しつつ独特の文化を形成して暮らしました。1990年より原城跡の発掘が行われると、無残に殺された大量の人骨やロザリオ、メダルなどの遺物が出土。当時の凄惨な戦闘の跡が生々しく残されていました。2018年、原城跡は長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産として世界遺産登録が決定。日本でのカトリック教会の歴史を伝える史跡として注目を集めています。謎に包まれた天草四郎の実像、島原の乱の総大将となった天草四郎については、その実像は詳しく分かっていません。実在しなかったとも、何人も影武者がいたとも、はたまた女性だったとも言われています。定説では本名を増田四郎時貞と言い、出生地は母方の実家である天草地方、父は小西行長の遺臣増田陣兵衛義継。総大将として立った時わずかに16歳。幼少期から長崎に留学して学問や教養を深め、そこで洗礼を受けたと言われています。しかしながら、昨日していた1階の浪人の家に生まれたはずの四郎、なぜそれほどに高度な教育を受けられたのか。奇跡を起こしたと噂されるほどのカリスマとして扱われた理由は何なのか。決して地位が高いとは言えない出自の10代半ばの少年であったにもかかわらず、なぜ総大将となったのか。なぜ有馬、小西、加藤の維新たちをまとめ上げ、八頭八部するほどの強力な軍事統率力があったのか。数々の疑問が残り、未だにはっきりとしたことは謎のままです。天草四郎は秀頼の子？実は天草四郎の馬印は豊臣秀吉、秀頼と同じ瓢箪だったと言われています。瓢箪の馬印と薩摩に残る秀頼生存伝説により、天草四郎は秀頼の子であったとも言われているのです。秀頼が大阪を脱出して薩摩に渡り、そこで儲けた男児羽柴天四郎こそが天草四郎であり、豊臣秀綱であるという伝説です。突拍子もない話ではありますが、もしも四郎が秀頼の御落胤であったなら、上記の疑問もいろいろと腑に落ちるような気がしませんか。史実における豊臣秀頼とその子供たち。太后豊臣秀吉の三男として生まれた秀頼、二人の兄石松丸秀勝、聖母不詳と鶴松、聖母淀殿は幼くして亡くなり、叔父秀次も粛清され、豊臣政権のたった一人の後継者として英才教育を施されて育ちました。身長2メートル近く、体重160キロという規格外の体格で、後世の伝記宝内記には礼節仁義に厚く、民を思う清廉な人柄であったと記されています。徳川秀忠の娘千姫を正室に迎え、側室との間に男児国松と女児なあ姫を設けています。大阪夏の陣においては、出陣のタイミングを逸し、初陣を飾ることもなく敗北。城外に脱出した千姫が除名を願うも、家康は認めませんでした。大阪城天守が燃えるのを見た秀頼は、山里丸にて母淀殿や大野春長ら重臣たちと共に自陣、遺体は炎に包まれ判別不可能となりました。落城時まだ8歳だった国松は城外に脱出するも捕らえられ、六条河原にて斬首。なあ姫は千姫の養女となり、落城の翌年8歳で鎌倉の東慶寺にて出家。天守二と名を改めて生きながらえますが、昭法2年1645年37歳で死去。
これにより秀吉、秀頼の血脈は途絶えたとされています。薩摩落ち伝説。しかし古来から悲劇のプリンスには生存伝説がつきもの。大阪の陣の直後、今日大阪ではこんなわらべ歌が流行ります。花のようなる秀頼様を鬼のようなる真田が連れて、引きも引いたよ鹿児島へ。真田幸村、信繁が秀頼と共に鹿児島へ落ち延びたという内容です。薩摩落ちのルートとしては2つの説があります。 1. 真田幸村が先導、大助と共にカイロにて薩摩移住院現日置市へ上陸したという説。 2. 大野春長が大阪城を脱出させ、有馬晴信が九州へ逃がし、加藤忠広、清正の子が保護、肥後から薩摩谷山に入ったという説。鹿児島県南九州市永町には幸村の墓と伝わる石塔が、鹿児島市谷山には秀頼の墓と伝わる石塔がそれぞれ存在しています。このうち伝秀頼の墓がある鹿児島市谷山では、秀頼に関する伝承も数々残されています。大阪の陣の後、200人ほどの武家の移住があり、木下郷を形成した。色白で大男の高貴な武家が頻繁に店で無銭飲食をするが、後で役人がやってきて支払いをしていく。庄屋の娘谷村里との間に次男木下善右衛門、三男谷村高三郎、四男羽柴天四郎、五男清野高右衛門を設け、後世まで血脈を保った。このうち四男天四郎だけは消息が知れない。また秀吉の正室尾根の兄の一族である肘藩現大分県木下家にも秀頼に関する伝承が残されています。尾根の甥、初代藩主の木下信俊の弟とされる出雲守という人物が福祥寺の僧、僧蓮であり、薩摩藩に残る文書によると、僧蓮こそが薩摩に入った秀頼だというのです。さらに、信俊の四男で初代立石領主の木下信義イコール豊臣国松とも伝えられています。このように、九州には秀頼らの生存伝説が驚くほど多く残っているのです。徳川幕府の恐れたものとは。島原の乱の背景と顛末は前述の通りです。しかし、もし四郎が豊臣の末裔であったなら、乱の捉え方に新たな側面が加わることになります。それは言うなれば、徳川幕府に対する豊臣方の最後の抵抗。天草四郎こと太閤秀吉の孫、豊臣秀綱を旗印に、キリシタンと百姓、徳川に敗れた有馬、小西、加藤の維新たちが集結。ポルトガルまで味方につけるべく動き出したとなれば、幕府としてはかなり慌てたことでしょう。世は三代将軍家光の天下となっていましたが、関ヶ原合戦や大阪の陣はまだそう遠い過去ではありませんでした。大阪の陣で徳川は秀頼の首を取れていません。それがこの反乱につながったのだとしたら、この騒動が九州から全国へ飛び火して再び乱世となり、豊臣が息を吹き返すかもしれない。そんな危機感があったとすれば、敵の3倍もの大軍勢を一つの城に差し向けるなど、とにかくぶっ潰すという執念すら感じられる幕府の対応にも納得がいきます。まとめ。豊臣秀頼が生きて薩摩へ逃れ、そこで儲けた子が天草四郎となり、島原の乱で徳川幕府に反旗を翻したなんて、いかにも判官びいきの伝説ですよね。しかし薩摩落ち伝説が丸ごと真実ではなくても、大阪方の関係者が落ち延びたという可能性は否定できません。薩摩の人々が秀頼の顔を知っているわけもありませんから、大阪から来たらしい武家イコール秀頼一行となってしまい、
噂が広まったとも考えられます。また島原、天草周辺は江戸から遠く、豊臣恩子の武将の一心、急心やキリシタンが多かったことからも、幕府への反感や敵意が起きやすい環境でもありました。天草四郎イコール秀頼の御落胤という伝説は、願わくば徳川に一矢報いたいという豊臣の思いが生んだ悲しい夢だったのかもしれません。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の前にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。